岸田岸田総理またやったのか岸田何岸田首相前秘書官の LGBT 差別発言で謝罪不快な思いをさせてしまった方々にお詫び申し上げる詫びるんなら金を出せよもしくは税金金を引っ込めろよ頼むよ岸田あとさ何てうの不快な ことを思わせてしまった方にお詫びを申し上げるっていうんだったらなんかね増税も不快なんだよ謝れを増税してすみませんでしたって私が至らないばかりにこの国の借金を国民の皆さんに負わせる結果となりました国債は国民の借金ではなくて政府の借金ですでも国民の皆さん払ってね不快だよ謝れよ何やってんだよちょっと記事読むよ 岸田首相は6日の政府与党連絡会議で荒井なんとか前勝利所管が LGBT や同性婚カップルを差別する発言をしたことについて不快な思いをさせてしまった方にお詫びを申し上げると述べ、贖罪した。お前も不快だ。お前自体が不快だ。何とかしろ。税金をやめろ。